準備するもの。概要欄を参照。今回交換した純正パーツ。ブレーキフルード液は塗装を傷めるので、しっかりとマスキング。ハンドル部のマスターシリンダーの蓋を開けていきます。ゴム製のダイヤフラムをゆっくりと外します。古いフルード液を吸い取り、軽く清掃。キャリパーのニップルに透明チューブをつなぎます。10ミリのメガネレンチをブリーダープラグにセット。緩めるとフルード液排出、手が悪い時は注射器で。2年前に入れたフルード液は緑色の製品。ブレーキキャリパーを外します。R ピンを抜きます。はまっているスプリングパッドを抜きます。前回の装着ミスで少し変形させていました。いよいよピストン抜きにかかります。ブレーキピストンロッキングプライヤーを使います。まさかの、抜けません。スーパーカブではうまく抜けたのに。カブでお世話になっているバイク屋に持ち込み、エアコンプレッサーで抜いてもらいました。工賃は不要とのこと、感謝。後半に別方法でリベンジしたので見てくださいね。4個のキャリパーパッキンを外し、洗剤と歯ブラシで清掃。キャリパーパッキンとダストシールにフルード液をつけ装着。キャリパーピストンには薄くラバーグリス塗布。逆手順で組み上げていきます。可動部には、適宜ウレアグリスを塗布。ブレーキパッドには、泣き防止のシリコングリスを塗布。専用のパッドグリスならなおよし。W800 キャリパーの締め付けトルクは34ニュートンメートル。ネジ山を舐めないように体重をかけて、新しいフルード液を吸い出しています。
逐次、マスターシリンダー内のフルード液を補充します。フルード液が底をつくと空気が入り、一からやり直し。レンチ兵で、ブレーキレバーを3回キコキコ、レバーを握りしめたまま、レンチを開く。透明チューブから、気泡が出なくなるまで繰り返します。徐々にブレーキレバーに圧を感じるようになります。最初から液跳ね防止の金属板を入れておきましょう。気泡が出なくなったので、エア抜き終了です。内側の線まで液を補充して締めます。錆防止のため、ニップルブロッパーツクリーナーで洗浄。自力でピストンを抜くため、別アプローチで再挑戦。フルード液を抜く前にキャリパーをバラす。この状態でブレーキレバーをキコキコ。ブレーキ油圧でピストンを押し出す戦法です。フルード液がこぼれ出るので、水バケツを用意。抜けんぞ。引っ込めて仕切り直し。お、軽い感触。プライヤーで抜けました。油圧で押し出すとき、両ピストンを平行に保てばよかったかも。フルード液がついているので、水につけて洗います。水分は完全に飛ばして乾燥させましょう。エア抜き手順は前述通り、最後は目視で漏れ点検。レバーを握って違和感なければ、試走して最終確認。G という音は、デイトナ赤パッドの正常な作動音です。この動画を参考に作業される方は、自己責任でお願いいたします。